はい、今回はマリメッコの生地を使ったティッシュボックスケースを作ります。半分マリメッコの生地で半分は無地の生地で作ってます。で、引っ掛けることもできて、後ろには縦にこうゴムがついてるので、これを車のヘッドにつけてティッシュボックスを車で使うこともできます。では作り方いってみます。はい、では生地を選んでいきたいと思います。私マリメッコ好きで結構生地を集めていて、いろんなのがあるんですけど、今回は定番なミニユニックの黒で作ってみたいと思います。はい、今回はサイズですね、21センチの33センチの型紙をあらかじめ作ってます。これも同じダイソーの方眼用紙で作ってます。で、これを、マリメッコの生地1枚とそれに合わせる文字とかの生地を1枚、計2枚で作っていきます。で、なんとなく向きを見ながら柄がどんな感じ出るかなというのを見ながら、まあでもここで良さそうなので、アイロンで消えるフリクションペンを使って書いて切っていきます。ちなみに書いてるこのフリクションボールペン、試しに書いてみるとこんな感じで書けるんですけど、アイロンでやってみます。シュッてやるだけで全部消えちゃいます。すぐ消えるのでとても便利です。はい、じゃあ21センチ、33センチでたまりメイクの生地と合わせる生地1枚ずつカットできました。で、これで、ティッシュケースこういう感じになるので、どっちを表にするかってことなんですけど、2回折った時にこう見えるか、2回折った時にこう見えるか、どっちも大丈夫なんですけど、こっちにしようかなと思うので、こっちが表に来るってことなので、こういう感じですね。こういう感じにしたいかと思います。ただですね、表に来ない方の部分、ここをくっつけます。中表でくっつけますね。で、こことここをくっつけるので、こういう感じで、これ内側が表です。中表で合わせます。ここを縫いたいと思います。ここをジグザグミシンします。ジグザグミシン。これですね。
ここ中表にして、今ここが1本縫ってジグザグが終わりました。でここを開いて、ここアイロンします。ここはどっちに倒していただいても大丈夫かと思います。ここを広げながら、で裏にしてもらって、こことここを1センチぐらいで2つ折りします。ちょっと爪痕つけながら1センチぐらいずつ、だいたいで、ここを1本縫って、ここ1本縫って、で真ん中も縫いたいので表側にして、ここを縫う感じですね。じゃあ縫っていきます。次にゴムをつけていきます。表向きにしていただいて、この真ん中にゴムを入れていきます。車とかのヘッドにつける横用のゴムですね。で私ユザワヤザで買ってます、強力ゴム、1センチ幅ですね、こんなのを使ってます。これで4メートルで200円でした。これこことここ軽く縫っておきます。真ん中に合わせて5ミリぐらいのところですね。軽く止める感じぐらいで縫っておきます。はい、で次にここ引っ掛ける取っ手ですね。これ何ミリだ、5ミリぐらいのリボンになるんですけど、これをこういった感じで、この上にこういう向きでつけていきます。
ここにゴムとここの取っ手の部分ができました。でこれを中表にしたまま、表を上にしたままこう重ねていくんですけど、ひっくり返した時に丸めっこの生地が上に来たいので、まず丸めっこの生地をこの真ん中に合わせて折ります。でその後に黒生地を上から重ねます。でここの時にここ1センチこの塗った部分重ねます。こんな感じです。ここ1センチ幅ぐらいで縫ってジグザグをこっちとこっちにつけて完成になります。ここ縫ってジグザグ縫ってジグザグ終わりました。これ表に返したいと思います。返すときは手入れてちょっとここ折ってくるっと返すといいです。出来上がりました。ゴムが横についてます。でここで引っ掛けるところがあります。これ表です。よいしょ、こんな感じですね。はい、で実際ティッシュ入れてみると、これスリムボックスなんですけど、そのボックスでも入りました。でこんな感じ、ぶら下げるとこんな感じです。私これをメルカリとかでも出品してるんですけど、結構人気があって使っていただいてるみたいなので、ご参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。